やってきました。ラーメン豊か。こちらはね、静岡県袋井市にあります。営業時間はね、午前10時半から14時半。定休日はね、毎週月曜日、火曜日となっております。ラーメン豊かさんのね、駐車場はね、結構広めに、店の前にね、15台ぐらい止めれるのかな？結構広いね、駐車場があります。そしてそして、お店はこちら。民家になっております。タバコを吸われる方は外でお願いします。喫煙場所あります。階段を上って、左側の玄関ではありません。こちらが入り口になります。ほらほら。まだね、オープン5日目ということでね、どんな感じでしょうか。外で並ぶ椅子があります。はい、こちらが店内でございます。それでは店内行ってきます。はい、こんにちは。お邪魔します。はい、入ってすぐ右側にね、券売機あります。まだね、オープン間もないんでね、今はね、醤油ラーメン一本勝負でございます。醤油ラーメンか味玉醤油ね。今はね、大盛りもないね、ご飯だけある感じか。まあ、とりあえず助手と来てるんで、醤油ラーメンと味玉醤油一つずついただいてみます。それではカウンターテーブルお邪魔します。あれ、ご主人さんは山城さんと何か関係があるとか関係がないとかっていう、ほぼ5年間山城さんで仕込みをずっとやってたんですよ。はい、こう山城さんからは何回かここでやんなよって、はい、言っていただいたんですけど、はい、敷居が高いというか。あ、そうなんですか。責任あるじゃないですか。ああ、山城さんを引き継がないかと言われた方なんですね。はい、それから、あの、それは素晴らしい。いやー、それはすごいですよ。でもかなりの人気店だったですもんね。本当に。じゃあラーメン豊かさんはほぼ山城さんということでいいんですね。いやいやいや、でもとんでもないです。丁寧に教えていただいたんで目指してますが。すごいお店に来ました。あの岩田の超有名店、超人気店のね、山城さんを引き継ぐお店と言っても過言ではない。すいません。はい、ありがとうございます。こっちは味玉の方です、ね。はい、はい、ありがとうございます。はい、来たよ来たよ。これ味玉醤油でございます。はい、来たよ来たよ。こっちが味玉がない醤油ラーメンでございます。こちらは女子が食べます。はい、どうぞ。それではいただきます。この若干ね、赤っぽいチャーシューがね、山城さんを物語ってる。あ、うまっ。麺はね、極太縮れでございます。うん、さ、スープはどうかな。お、熱々。あっさり醤油だね。結構あのメンマもたっぷりか。ありがとうございます。インスタ一応やってるんですけど、はい、そう言ってくれて嬉しいや。すごいな、この大将はね、66歳で開業だそうです。でも定年まで教師をしててね、5年間山城さんでね、信用してたって言ってたからね、素晴らしい方です。私もね、まだ40代なんでね、まだまだ頑張らないといけないなと思いました。いただきます。麺がもっちもちです。チャーシューも柔らかくてでかくて美味しい。このね、チャーシューは本当に山城さんを思い出すね。
味玉食べます。あ、味玉は固めのしっかりタイプだ。本当にこの商売をやりたかったのは、はい、教え子が訪ねて行ってもらって話をしたいなと。また再会するきっかけの場所っていうことですか。それはいいですね。回ってきました、女子の食べかけ。本日ね、実は2軒目なんでね、もう食べれない。私が食べます。いただきます。やっぱね、独特のね、あっさり醤油だね。この麺とさ、チャーシューがいいね。食べ応え抜群。はい、完食。ごちそうさまでした。店主さんはね、元高校教師でね、10年ほど前にね、掛川西高等学校とかね、そういうところで先生をやってたみたいで、こちらのラーメン屋さんをね、始めるきっかけはね、昔のね、教え子たちがね、先生って言ってね、来てくれたりね、そういう再会の場になったらいいなっていう思いから始めたということだったみたいです。大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということでね、本日は静岡県袋井市にね、新しくできましたラーメン豊さんからでした。バイバイ。